VIP カー、それは数ある日本の自動車の中から選ばれた特別な意味を表す車。そして日本のメーカーが自社最高級と位置づけて市場に解き放ったもの。彼らはそれらの車をスポーティーに、あるいはダイナミックに武装していく。決して妥協することなく、あくまでも追求し行くものとして。Login confirmed. 千葉、茨城、埼玉を中心とした VIP カークラブグランス。その結集力は総台数実に100台を数え、もちろん関東では最大である。まずはこのグランス一押し VIP カーを一挙公開しよう。まあ、とりあえずまだ誰もあんまりつけていないこのインシュランスのエアロとですね、とこのアイライン、これクラウンつけてるやついないんですよ。これをわざわざ FRP で作って、自作で。それとあと内装ですか。内装オールレザー張り。うん、そう。本当はクラウンどこの業者さん頼んでも絶対コンポはつけられないんですよ。マルチが死んじゃうって言うから、どうしてもやってくんなくて。で知ってるやつが、詳しいやついるんで、そいつと考えながらマルチを生かしてコンポを積んだんですよね。ここはどこに向けるんですよね。当たり前ですね。もう基本っていうの、基本っていう感じですか。基本ですね。あと乗り心地とかやっぱこんだけ低いと、いや最悪ですよ。最悪、走れないですからね。ご飯食べた後とか食べ走れます。生かすですね。生かす。胃が下がってますよね。エアサスとかやっぱ壊れない？エアサスは そうですね、壊れるっちゃ壊れますよね。僕らお金かけて壊してますからね。壊れないの。じゃあまた壊れたら直すって感じですよね。そうですね。だから部品みんなね、多分本当に好きなやつはもう1台ぐらいね、あの部品取り車を持ってるんですよ。菊池さんはどうなの？俺は2台持ってます。2台持ってる、はい。これは極秘なんですけどね、まあ、見ちゃったけどしょうがないですけど、もうここまで下がってるのまずいないと思うんですけどね。それをあのコンピューター会社の人と相談して、まあ落としてもらって、ね、そんなもんですね。それ車両価格は一応新車で買ったんで、まあ、1000万近くはなっちゃってるかなとは思うんですけどね。後ろの4本出しマフラーですかが、だいぶ苦労して作ったんですけども、まあ、結構クラブの中でも結構評判良くて。一体どのくらい走るのかな。そうですね、今日はこれ音小さいんですけど、今までがストレートで、触媒から全部オールストレートでやってあったんですけどもね、リッター3くらいですか、やっぱり。はい、今はどうにか4、5ぐらい持ってるかなっていう感じはしますけど。予定ですか。予定はまだまだ、今ウーファーなんかもこれ一応仮止めっていう形で つけてあるんで、これからどんどんウーファーもやりたいし、内装もやりたいし、まあいろいろまだまだ
いじるところがいっぱいあるかなって。そうですね、みんな結構まとまりよくて、でやっぱり人も結構台数的にも多いし、ね、なんだかってまあ楽しくみんなやってるかなって。この車の湯は、フロントバンパーのパテ埋め、ちょっとダクトの部分ちょっと埋めたかったんですけど、今日の日間に合わなかったですね。で、2つ目が車高の低さですね。あと3つ目が、あとは自作のウーファーボックス。まず1番目に自作の特注のですね、130体マフラー、あと、オールペンのオリジナルシルキースノーパール、あと今インシュランスのフルキットを組んでます。で、日本で一番最初につけたインシュランスのフロントバンパーとサイドステップと、あとオリジナルのマスコットと、あとグローブボックスに埋め込んだインダッシュのテレビです。クラウン用の設定がない BBS の LM ですね。これはかなり無理やりで履かせてあります。オフセットとかよく聞かれるんですけど、これはかなり悩んだオフセットなんで聞いて内緒です。セルショーとかだったらホーンがグリルの中に入るんですけど、シーマ用は入らないんですが、それを無理やり加工して入れました。それとあと特注のアルテア130倍マフラーも多分2本で1本しかないでしょう。グランドスラム梅崎さん、いつも迷惑かけてすいません。そうですね、これといってまだやり始めたばっかりなんでないんで、これから徐々に出てくるとは思うんですけど、とりあえず今のところは俺が一番売り物ですかね。とりあえずオリジナルのデゴラインと、あと後期テールを移植してウィンカー位置変更してあります。あとギアにベンツを意識してモール貼ってます。あと全国の一家ファンの女の子ファンネタ待ってます。よろしく。この車の売りは、日本初の、インシュランスの、フロントスポイラー、これはデモカーで使われてるんで、あと車の車高なんですけど、これはあらゆるもの取っ払って、無理やりもう乗り心地関係なしで落とした車高です。ただあんまり俺以上に落としてる人は見ないと思います。ウーファーなんですけど、これはオリジナルで作ってます。全国の皆さんじゃなくて女の子ですね、ファンレターも待ってますんで、いっぱい待ってます。お願いします。フロントが大体全部自作なんですけど、このレンズをクリアにして、このグリルもいろいろモールタコを使って工夫しながらやって、マスコットもつけたんですけど、ですね、まあ外装は、インシュランスのフルキットを組んでまして、元の色がシャンパンゴールドだったんですけど、それをオールペンいたしました。シルキースノーパールに。あとは内装はですね、本革仕様と、あとはウッドパネルがついてまして、あとはサンルーフがついてるぐらいですか。それとあと一番の売りは、女の子であんまりインフィニティに乗ってる子がいないっていうとこですかね。関西で最大の勢力を誇るビップカンパニー。大阪を中心として三重、和歌山と彼らの守備範囲は広い。このクラブの立ち上がりは藤原兄弟によって集められ、この兄弟を崇拝するメンバーも多い。ビップカンパニーの解像度は半端じゃない。このインフィニティの特徴は、ベンツの 500E とポルシェの94を足して2で割ったような感覚で作りました。で、ね、今結構キットとか組むのがね流行りなんですけど、あえてインパルのキットでやりたいなと思ってやりました。
オーディオは、アルパインで、スピーカー JBL で、まあウーハーが48の、JBL のウーハーとで35センチのウーハーでやってあります。この内装のウッドパネルとか、内装関係はあるものは全部つけていくっていう形で、ね、やっぱりみんなシーマとかやったら最初から部品があってね、いろんなことできるんですけど、そういうのがなかったんで、まあそういうとこでね、やっぱちょっと凝りました。とにかくこの低さとバックフォークとサイドワーカーのパテ埋めよう見やな分からんけども、それとあとこの自作のマフラー太鼓なしでストレートになってるんで、まあとりあえずそんなとこです。純正の本革シートと、コンポオーディオ自分で友達と3日かかって埋め込んだことと、それぐらいですかね。あとマフラー作ってもらって入れましたね。自慢はそれぐらいです。前から見たらね、ごっついスポーティー感重視してるからね、まあそこを見てほしいかな。後ろはなんちゅうかな、ベンツみたいな意識して作ってるから、これ見てほしいね。彼女募集中やけど俺ええんかな。一応こう画面出るから、このこちらまでやけどええんかな、いつも電話してきてもう待ってるわ。この車のオーナーは他にいまして、今日は僕が代理できました。この車の特徴は内装外装とも全てオーナーのオリジナルでやったもので、世界に1台しかない車です。この車の自慢はありますか？車高の低さとフロントをクリアにして17インチのレダックスを履かしてバックホーグ埋め込みぐらい、ハンドル変えてるぐらいです。自慢は前面から見るとカールソンで、後ろ横から見るとロリンザーっていうのが一応自慢なんですけども、あとオーディオが中道プラスマッキントッシュ、一応自慢点です。珍しいクーペで、あと MG のフルキットぐらいかなと思いますけどね。あとはナンバープレートが7、4つとそれぐらいです。買ってまだ4日目なんで、タイヤホイールだけでしか入れてませんけども、このタイヤホイールはまだこの現段階で日本でこのただ1台だけでメーカーによって先に作らせました。1ヶ月後にはこの車この現況はとどめて いませんので、今後にこう動きたいというところです。色ですね、真珠色っちゅうことで、以上、全塗装です。内装はグローボックス自作、5点オールブランド自体のフルキットです。それとマフラーからオーディオですね。ホイールがまだあんまり少ない3本スポークのシルバーハーで、
それぐらいですね。左にいるのは妻です。ホイールは Z32 用のフロント8半、リア9半の18インチ、トランクにロックホード12インチのパンチ、ウーファー2発と、リアマフラーと、ブローボックスが自慢の不審作です。以上です。この車の自慢は何ですか？ホイールとマフラーとデコラインとウーハーかな。そのデコラインをどうして自慢なんですか？自分で貼ったから、自作のデコラインやから。そしたら私と車どっちが大事ですか？まあどっちも大事やけど、車が好きやから車です。この車の自慢はバラムンディのフルエアロとグリルとウィングとマフラーです。今このグリルとかっていうのはまだ発売されてないんで、世界に1台しか車なんで、もし街で見かけたら皆さん声かけてください。自作でやったマフラーの跳ね上げマフラーか、そしてサイドステップとホイールで、ちょっとエアサスキットのエアサスのセンサーをいじっているんで、ちょっと結構低いと思いますんで、またみんな見かけたら声かけてほしいんで、なるべくギャルのみ。グリルです。剥離剤で2時間かけて歯磨きブラシで磨きました。マフラー、これは最近チームの子に売ってもらったんですけど、125π ドラッグマフラー、音かなりデラです。友達のリュウジ君です。彼女を募集中、みんな募集中なんで、めったにないこの色と内張りの白とトランクのウーファー、今日は服に合わせて、一応全体見てほしいですね。グリルと後ろのスピーカーのボールに埋めたウーハーと、あとこの車でサンルーフ付き、サンルーフマルチが少ない以上です。この車の自慢はどこですか？10円ジョップの数。それから？それからもう車やね。それから？あんた、車と私はどっちが大ですか？あんた偉い。カラーリングが少ない、黒に見えて実はグリーン、またこれからいろいろやっていくんで、その時はまだ自慢点が増えてると思います。隣に座ってくれる彼女を募集中とのことです。一応後ろのホイールですけど、特注でねサイズ、指定してつけてますんだけど、エアロはね、目立ちませんけど、一応まあインパルつけて、であとオーディオですね、ちょっと自分なりにいろいろとやってみてるんですけども、それとあとオリジナルのねマフラーねついてませんけど、あとそれぐらいですね、一応自分の車のそうですね、自慢できるっておかしいですけどね、自慢ポイントですね、それぐらいです。この車の自慢点は Y31 で絶対入れへん OZ のフッツーラ、わざわざ中のオフセットを加工して入れてあることと、で標準装備のホワイト、室内ホワイトバージョンの革張りを、なおかつ自分でアレンジしてもっと白をよく出したことと、トランクの中のウーファー。この車の自慢点はもう僕はエンジンとかも全然いらわんと、オーディオ1本で絞ってみてんやけど、やっぱりまだうまいこといけへんとかあるし、これからまだまだいらっていきたいし、
でまた先でアユアスカの方も狙ってるし、結構自分でやってる自作のとこ多いし、そんなんしたらお金全然かかれへんし、まあ、みんなもやってくれたらええんちゃうかな。ナンバーが名字になっていることと、あとオーディオです。オライオンの15インチの2つとオライオンのアンプをつけてます。自作はダッシュボードの埋め込みです。この車の自慢はカラーです。いろん な7色に光る色がすごく気に入ってます。ビッグカンパニーに入ってよかったことは、カンパニーの人と友達になったり、その彼女と友達になって電話したりできるようになって、あと自分は走るのが好きで、みんなと一緒になって走りに行くのがすごく楽しかったです。とりあえずリップスポイラー、オーディオ、あとスポーティーに仕上げた車と、オリジナルのデコラインですね。さて、VIP カーの助手席に乗る彼女たちは彼氏の車をどう思ってるのでしょうか。この車で気に入ってるところどこ？全部。うん、最高です。この車の好きなポイント？はい、ここです。この辺です。車の活動をみんなでいじってるのを見てたりとか、そういう話聞いたりしてるのが一番楽しい。ちなみに3サイズは？夜になったらちょっと青く光ったりするところがいいと思います。千葉を中心に構成するビップカークラブジャスティグランスと交流があり、渋めのビップカーでクラブとしての統一感を図る。総勢40台以上を数え、車的まとまりを重視しているのだ。彼らジャスティのメンバーが自慢する代表的2台をまずはご覧に入れよう。モール、うん、これもまず自宅でやったから、あとこのモール回したのも、で前にフロントスープラリップ純正のフルスープラリップを自分でつけたの。とりあえずマフラーがシーマのデュアル出し、サイド出しないから、それが一番の自分のあれだね。マフラー当たり前でしょ、4本出しだからね。シーマでこのシーマであんまつけてんの いないっしょ多分。僕見たことない。マーベリックって言うんだけどね。ホイールが？ホイールはこれレザックスって言うんだけど、80、90で17インチなんですけどね。車庫段にしてるからさ、片切りしちゃうよね、タイヤ。もうすぐだね。どのくらい持つの？持って2ヶ月半ぐらいかな。彼女そう、彼女募集中なんでよろしくよろしくお願いします。本当に？本当だっつうの。嘘ついてない？本当だ。嘘ついてないっつうの。嘘ついてないっすよ。じゃあ最後に一言。とりあえずね、ジャスティで結構みんな楽しくやってるんで、結構その辺で、多分千葉だったら結構その辺16号とか結構みんなで通ってるんで、
手でも振ってもらえたら嬉しいですね。自分で配合して作ったんだけど、まあ、ブラックパールで、まあ、晴れた日に金色に光る、あとインシュランスとフィールドさんの一応デモカーになって、先月、まあ、アジア賞っていう賞に出て、まあ、デモカーってことかな。もうこれ回してるの？シャレになんないっちゅうのこれ。じゃあ山田君質問いきますよ。はいどうぞ、はい、そのドライビングポジションまずなんとかなんないですか？これはね、中学校3年生の時からねずっとこれなんですよね。これで、うん、ずっと中学校の時はずっとこれだから、アジア賞に出すのにとりあえずまあ内装がパッとしないからっていうことで書いた、うん、そうですね。いくらぐらいか？一応40万。彼女は何も言わない？彼女はなんかノリノリですね。ノリノリ、はい、俺のがこの本革シート、はい、まあ、やるときにちょっときついかなと思ったんだけど、彼女がやっちゃいなさい、うん、どうせだってできるうちにやっちゃえっていうことで。私にお金を使ってよって言われる。あ、言わないですね。貧乏になってもいいから、貧乏になってもいいからやりなとか言って、まあ、そんな感じですね。どんなチームですか？どんなチームバカって感じかおバカさんの集まりかな、うん、でも結構みんな楽しいし、うん、いいチームだと思うけど、この車どうですか？え、気に入ってますよ全部です、まだ見かけたことのないヤマトのフロントとディアのバンパーですね。あと未完成ですけどグリルとマフラー、あと室内に入っては自家塗装のパネルになります。前のウィンカーがセルシオウィンカー、これアドミレーションのバンパーに加工してつけてあるんですよ。以上、よろしく。純正色からこのスーパーブラックゴールドパールに全塗装したのと、あとグランツですかの丸目4灯から後期のブロアーム面に変えたことと、あとエンジンですか、ブローフバルブ とエアクリーナーと EVC かな。で、あとたまにねマフラーからバックファイヤーするんですよね。とりあえず下回りの色をちょっと変化させて、日が当たるとちょっと色変わるようにしてあります。とあと田辺のマフラーを誰もつけてないってところで書いてあるの、あとエアロ周りが自分今気に入ってるんで。この車の売りは、まあ、なんといってもこの日のために1週間前に履き替えたばかりのセブリングの金のホイールと、まああえて選んだ3000ターボですか。もう自分は昔からターボしか好きじゃないんで、みんな4000の NA だけどあえてターボを選んだとこはまあとりあえずの自慢ですね。フロントバンパーに Y3 のウインカーを加工して入れて、元のウインカーをパテ埋めして、あとマフラーを180用に、180用のやつを加工して溶接してつけました。あとオールペンした色が自慢です。この車はサイドステップとリアスポイラーが前期毛を加工してつけてるんですよね。それで車はいつも綺麗にして洗車場にいるんで、この2人を見かけたらよろしくお願いします。ファンレター待ってるよ、よろしく。安尾だぜ。年明です。クラブマリオネット、ビップカーという一つの新たなるジャンルを柱に車好きが集まったクラブだ。
チーム内は和気あいあいと楽しくをモットーに集結する。では彼らマリオネットのとっておきの2台から紹介しよう。低い車高ですね。その落とし方もいろいろあるんですけど、自分の場合は、まあ、足回りの優しさキットの他にセンサーをひねったりして落としてます。 US 仕様のちょっと言えないんですけどバックホグと、サイドマーカーはアコード用で自分でやりました。塗ってもらうのはお店にちゃんと出して、あとは全部自分で時間かけてやりました。奥さんの方とかは何も言わないですか？いや、お金かけることについてはやっぱり先に買ってきてつけたよって言うんで、それで一言言わないからいつも喧嘩になります。このパーツついてるの全部そうです。全部喧嘩になりました。ね、今月も子供が生まれるんですよ。それであんまりちょっとお金使えないんで、お金をかけずに、あと奥さん説得して奥さん怒られない仕様で、とりあえずはおとなしく、今のうちはおとなしく乗ってます。この後は奥さん説得に時間かけてじっくり煮詰めていきたいと思います。ワイズのフロントスポイラーと、アスレーシングのサイドと、あとリアアンダー入れててで、まあホイールはシティヒのメッシュなんですけど、で、そうですね、ラインを自分で入れてグリルを自作で網にして、まあエアロのラインは自分ではすごい気に入ってるかなって。あとは見ての通りあんまりひどくはやってないです。この色、あとサンルーフで、特にウーハー、あとはちょこちょこっとフルコンプ、あとフルエアロ、あとマフラー入ってるぐらい。昨日つけたワイズのバンパー交換スポイラーです。あと自分でやったあの大理石パネル、まあフロントだけなんですけど、あとトランクの中ウーハー2発やってます。車高の低さと、あとマルチとマフラーです。綺麗なところと車高とマフラーです。それには増してこれです。赤のパールを入れたブラックです。あとグランツーリスモは丸めなんですけど、それをブラム用のライトに変えたことと、あとは程よい車高の低さです。フロントの低さとやっぱマフラーの音ですかね。あと自分も売りなんです。みんなとやってないバネサスで車高を通してることと、エンジンが2500っていうところですかね。あとは自作でクリアと、あとハンドルですかね、年季の入ったところ。あとちなみに彼女募集中です。やっぱ少ないってこと、周りに人が乗ってないからちょっと目立つかなってことと、あと自分でホームセンターとかに売ってる大理石調のパネル貼って、あともう一つはこのオールペンした、この色が自慢です。エアロとアルミとマフラーの音です。で、ちなみに彼女は狙っているのがいます。私はマダムキラーです。僕は同性愛者です。
中古車評論家の純平です。これからビップカーのオーナーになる人のために、上手な中古車選びのワンポイントアドバイスをしておきましょう。中古車を買うということは新車を買うことと違い、さまざまな注意点があります。ビップカーにおいては特にボディカラーと装備にこだわりを持つと良いでしょう。ボディカラーは人それぞれ好みがあるとは思いますが、人気のカラーを選ぶことを僕はお勧めしておきます。ビップカーにおける人気のカラーとは、パールホワイト、ブラック、シルバーなどがどの車種でも圧倒的人気を誇っています。また異色のカラーとしてはワインレッド、コンメダなども一部の車種では人気があるようですが、これらの色は下取り時に有利になりますし、比較的購入後の後悔も少ないと言えるでしょう。また装備については、特に純正オプションへのこだわりを持って中古車選びをすることもビップカーにおいては大切です。サンルーフ、マルチビジョン、本革シート、デジタルパネルなど、後付けしにくいものはあらかじめ装備されたものを選ぶのが理想的です。もっとも中古車で選ぶということですから、それらの全ての条件を満たすものを探すのはなかなか大変でしょう。ですから、ある程度自分の最低条件をクリアしたところで妥協することも大切ですね。クラブアウトロー、関東関西2つの拠点で活動する都会派ビップカーチーム。関西のアウトローに影響を受け、千葉を拠点に活動するアウトローイーストジャパン。台数では関西にはまだまだ及ばないが、彼ら一人一人のビップカーに対する情熱は関西に引けを取らない。では彼らチームの自慢ビップカーを見てみることにしよう。ギガケンウッドの DT70 で、ウーハー、その他スピーカーはオライオンで。オーディオは大体どれぐらいかかってますか？オーディオの費用は作りも兼ねて大体300万ぐらいかかってます。この車の、自慢点としては、エボリューションのキットをですね、フォグのところを自分で切りまして、切ったとこは、パテ埋めして、誰も多分やってないと思うんで、これが、僕の自慢です。マフラーは、ゲルハートのマフラーを加工して、取り付けました。あと中間パイプは、全てストレートにしてあります。羽は31シーマ用を、加工して、自分でパテを持って取り付けました。ジャンクションから出る前に、自分で、1週間ぐらいかけて自作のクリアウインカーを作りました。彼女はとりあえずいませんので、もしよければ誰かよろしくお願いします。
この車のポイントは？フロントバンパーのオリジナル加工とクリアレンズとエクセレントカンパニーのオリジナルボンネットマスコットとリアに行ってエクセレントカンパニー特注枕とあとバネサスでここまで落としてるのが自慢です。では最後に私のポイントは？俺の彼女は超アムロ。イエーイ。この車はフロントを見ての通りにフロアム用をつけてレンズ周りはオールクリアです。で後ろに行くとあのワイズ縦埋めをしています。でマフラーはあえて1本出しを選ばないで2本出しの跳ね上げを選びました。中はウッドにこだわって統一しております。でうちの嫁さんも気に入ってます。この車の特徴はどういうところですか？まだ発売前のこのエアロとあと出たばっかりのホイールとあと自作のストレートマフラーに自作のウーハーボックスですね。他にどういうところがありますか？あとは内装を白で統一したところですね。ありがとうございます。あの車庫の低さですね。まずあの映察キットをビルド買い入れてそれでなおさらもっと低くしたかったんで自分たちでちょっとバラして限界までちょっとエアロイヤーに入れたんですよ。とりあえずあのジャンクションのマフラーを5センチ延長し牛中を切り抜き牛なお直感に直感っていうかそういうふうにしました。 あと内装ですけど最初台石を貼ろうと思ったんですよ。ちょっと面倒くさかったんで缶スプレー全部持ってきました。重いです。きっとインパルして変化を持たせるためにフロントにインフィニ用のものを流用してあとコーナーリングランプをホンダ用の埋め込みしました。リアは、ホンダ用のサイドマーカーを埋め込みしてマフラーをアペックスビッパーをつけました。メッキ部分をと黒のカッティングシートで自分でつけました。内装も、石目のものを自分でカッティングシートで作りました。ワイズのバンパーの下に純正リップを加工してつけたところとあと室内のパールホワイト塗装それと後ろのバックフォグあとアペックスのマフラー色とサンルーフが自慢です。この車のオーナーの代理で紹介します。この車の特徴はエボリューションのフルエアロです。マーベリックのマフラーと出たばかりのエクセレントカンパニーオリジナルのクリアバックホグそれとあと一番の自慢が純正のパールツートンからワインレッドに全塗装したことです。関西でビップカンパニーとともに2大ビップカーグループとして活躍するアウトローウエストジャパン。関西らしく派手なボディシルエットを思う存分見せてくれる。その彼らの一押しチームカーはこれだ。外見も内装もなるべくシンプルに決まるようにセッティングしています。ジャンクションさんとこのエアロは結構クラウン乗ってる人の気持ちを考えてちゃんとフロントとかもしっかり作られてるんでなかなか気に入ってます。後ろの車高が落ちすぎないようにクラウンのちょうどアームのところに鉄板を溶接してそこにちょうどゴムが降りてくるようにしてこれ以上車高が下がらないようにしました。マフラーはこれはトライアルさん の新製品のバラムンディっていうマフラーなんです。でまあ今のところ
僕が聞いた中ではクラウンの V8 では一番綺麗な音を出してると思ってます。とりあえずまず目標としてるのがこの車を5速に積み替えてエアサスを普通のバネサスにやっていこうと思ってます。前にクラウン乗っててそれでいじろうかなと思ったんやけど、まあ一番いいセルシオでいじって、まあ、目指すのは日本一やから、黒はちょっとやらしい、こういうセダン系になってきたらまあ危ない人の系統が多いから、それで一つ落としていくというか落ち着いた意味でコーン。まだ誰でもはめてないこのリニアスポーツのホイールと、あと自分で作ったマフラー、あ、食パイを切ってパイプでつなぐと溶接の時に 1ですよね、一旦切るから、それが1ミリでも狂うと2本後ろから出てくるバランスが全然合わへんなるから、その辺が一番苦労しましたね。ものすごく柔らかいですよ。初めて来た子もそれ、ね、すぐ友達になれるっていう感じです。シンプルにいじってます。具体的には、具体的にはシルバーを強調しながらブラックも強調してます。外はとりあえずフルエアロ基本は済ましてあって、そこから特注のマフラーと、中っていうか自作のピラーエンブレム、中はオーディオ関係ウーハーと、ドアボードにスピーカーを埋め込んでます。グローブボックスを自作するのに1週間ぐらいずっと仕事終わってから店残って1週間かかりました。とりあえずライト周りがクリアでランプを全部してみました。後期型のポジションランプをウインカーに変えてみて、あとジャンクションのクリアカバーをつけました。内装が本革シートで純正マルチデジパネという変わった仕様が出てきて、まあすぐ手をつけたという感じですね。あととりあえず彼女がいてないんで、まあ彼氏募集中の方よかったら声かけてください。お願いします。去年新車で買ったところで一応今は内装に力入れてレカロシートと石目調パネルでやってみてるんですけど、どこのショップ行ってでもあかんって言われたんやけど、無理に 8J、9J と入れてもらって、ローレル乗ってる人見かけたら声かけてください。お願いします。フロント部分のクリア改造のことです。あとは内装部分の大理石、これからまあ車高を落としていきたいという部分です。エボリューションのオリジナルのバンパー回とオリジナルのマフラーと内装の内張りが自慢です。とまだ買って2ヶ月しか経ってないので、エアロはまだインパルしかついてません。だからこれからもっとドレスアップしてかっこよくしていくんで、いろいろ教えてくる人いたら募集してます。この車を見かけたら声をかけてください。塗装です。まあ珍しい色だと思うんで結構みんな見てくれます。その他にはホイールなんですけども、ホイール、これもまたあんまり入れてる人いないと思うんで、
自分では気に入ってるんですけども、はい、この車の自慢どこですか？ここです。あとトランクと、これだけです。まあ大体全部好きなんですけど、このホイールですね。苦労したのがこのスモークテール貼ることと、それでこのちょっとワンポイントがこのシールと、みんながジャンクションにしてるからちょっとあえてヤマトにして、それでこのメッキのグリル、これは3日ぐらいかけました。これぐらいかな。まあ車もそうですけど、最後の地盤は僕のカナダですね。まずこの車全塗装でラズベリーレッドパールにしてます。このグリルがワゴン R 用のビレットグリルを、この枠を切って中にはめ込んでつけてます。バックランプのとこパテ埋めして、でこれまあちっちゃいのこのつけて、でうわー、これは自作です。ちょっと汚れてるけどね。この内装をこう真っ白にしてるの、これ全部自分でしました。フロントのレンズなど全部クリアにしてるところと、ホイール変えたのと、マフラーの中間ストレートに自作で作りました。これからいろいろいじっていきたいと思うんで頑張っていきます。内装色がこのワインレッドっていうのがかなり数の少ない車と聞いてます。ホイール多分新しい、数の少ないホイールと思うんです。マフラーが今川タイヤの競技用の対抗、他はもう平凡なよくあるクラウンです。 US アコードのランプを加工して埋め込んだところです。そして全塗したスーパーホワイトのボディに18金メッキのグリル、そしてデゴネアの輸出用のマスコットを24金で特別加工してもらいました。グリルはピカピカですけども、僕の彼女はダイヤモンドのようにもっとピカピカです。まだあまり出ていないエアロ、インシュランスのエアロですね。あとはマフラーとホイールです。近くに彼女がいるようです。そうですね、車より一番大事ですね。内装を自分で拭いてやったことと、それとワイズのバンパーハーフなんですけど、バンパー一体式に見せるためにパテ埋めにしたことです。それと最近完成したんですけど、ウーファーがなかなかいいっていう評判なんで、みんなとやってないことをやっていこうと思って。以上です。低さを見せるために前をスープラ用の純正リップをつけました。後ろは見栄えを良くするために、15センチ延長、ワイズタイプ2のフルエアロ、それから内装はアゼストフルコンポ、マルチビジョン、カーナビゲーション付き、後ろの羽がちょっとお気に入りです。一応ゼロン仕様ということでエンジンルームを見てほしいんですけど、ネイタイさんのこれフルジョンしてもらったエンジンですけど、腰下は透明の単造ピストン使った 3.1 リットルフルジョンで、タービンは T45S、 あと自慢といえばサージタンクとかを自分で2ヶ月ぐらいかかってバフ上げしたこと、あと R 用のインタークーラーを無理やり
バンパーぶった切って入れたところぐらいですかね。足回りはエアサス取っ払ってビルシュタインエナペタル回のフロントが車庫長のリアがショートストロー、リア H150 ガネバー、あと内装のメーター類とかマフラーが RRC サイレンサーを使ったワンオフのオリジナルです。そうですね、ゼロ4しに行ったらやっぱり目立てる運動 GTR のブーストアップぐらいやったら勝ちますんで結構気分いいです。カードレスアップを取り扱うエクセレントカンパニーではエアロ、マフラー、クリアレンズ、ホイールタイヤはもちろんオリジナル製品の開発に力を入れている。またスムージングやバンパー延長など難しいと言われている作業もできることが自慢のショップだ。エアロパーツのインシュランスは血を這うようなローフォルム、それでいてダイナミックなスポイラーをビップカーのために日夜開発に励む。近日プレジデント用のエアロパーツもリリースされるようだ。さてここで人気商品を視聴者にプレゼント。エクセレントカンパニーよりオーナメントを1名様に、またレッドサイドマーカーを1名様に、ステッカーを3名様にプレゼント。さらにインシュランスよりシーマ用フロントスポイラーを1名様に、クラウン用フロントスポイラーを同じく1名様に、そしてオリジナルステッカーを3名様にプレゼント。同封のアンケートハガキにてご応募ください。またファンレターもこちらまで。全国にビップカー旋風が吹き荒れる中、ついに女の子だけのビップカーチームが登場した。これは流行るぞ。感じ。脱いでたって輪切ってますけど。日本広しといえども数少ないビップカー専門店、それがビップオート野島。迫力のインフィニティプレジマスクブリスターをはじめ、例えばインフィニティ945エアロ仕様が355万円、ノーマルから全て新品パーツで仕上げた中古車を扱っているのはここだけだ。またオリジナルステンレスマフラービップステージも開発、13万5千円より他車種にわたり用意されている。まずはビップオート野島までお電話を。